皆さんこんにちは、高森です。のってんです。今回も里広さんに来ていただきました。こんにちは、里広です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回は、はい、料理対決をしていきたいと思います。おー、イエーイ。いいですね、料理男子、料理男子モテますからね。そして今回の料理のテーマ、はい、好きな人に食べてもらいたい料理。おー、なるほどしかも食材も自由に使っていいわけではございませんあれですか。なんと今回は1000円自販機で出たものだけを使って作っていただきます。あのな、あの1000円自販機な、今このカメラの向こう側にすっごい存在感放つものがあるんですよそれでは早速1000円自販機を引いていきましょう。行きましょう。行きますよ。せい。おーい、じゃがいも、ベーコン、あとなぜかわからないけどこちらピーナッツが入ってます。じゃあこっち引こうかな。ポチッと。お、良さそう。俺は豚肉、ピーマン、これもまた豚肉かな。いいっすねなんで俺ピーナッツ入ってたんだろうちょっと待って、ちょっと待って、えぐいぞこれ。パプリカ、そしてこちらレモン紫キャベツこれはどうすればいいのはい、ということでじゃあ早速調理しましょうか、はい、よし。いやとりあえずなんか切ってれば思いつくかなっていう、はい、ああ、なるほど。僕はもう料理界のスタメン揃ってるんでなんかもうすごいもんだって適当にやってればなんとなくそれらしきものが作れるんじゃないかなっていう人参の皮を剥くってことが大事っていうね。皆さん、人参の皮って大事ですよ。料理するっていつも机の上めちゃ汚くなるんで全然違う。やめろさいいんじゃないですか。いい感じなんじゃないですか。おお、色鮮やか。手際よくいきますから。おお、どこだあれ、ほら今回ピーナッツがあったんですけど適当に入れたいと思います色とりどりな感じでいいんじゃないですか。じゃあキャベツ入れてみますか。ここでどうなるかだよね、これ入れて。うわあハロウィンっぽくなっちゃった気持ち悪くね。大丈夫かこれそろそろいいんじゃないでしょうか。完成しました、こちらでございますスピード先勝負って言ってたんで僕もちょっとスピードを重視しようかなと思う。なるほど、手際の良さがやっぱりかっこいいから、ね、そうですね。あー待って、おかしいぞ。おいしくなあれ、あっちいっちゃうのね。うわうわあ、まん丸のやつがいる。おお、なんかもうフライやりたいんですけど、あれこういうやつ。おお、いやーいや、いっちまったいっちまった。あれやるコツみたいなないんですかね。なんかこう前に出してこうやって。前。おお、あっち、こっち、こっち。奇跡的な瞬間撮れた。で、僕ちょっと刺激的なものが好きなんですよね。刺激的なものが。なんですかそれ。あー、これ。これ、ディスソースです。それ、タコモリ誰が食べると思ってたのか。思い人です。頭いってやがるぞ、こいつ。完成でーす。ということで、料理が完成しました。ではまず、佐渡広さんから、はい、今回の料理の名前とポイントを教えてください、はい、料理の名前は紫キャベツオンザジャーマンポテトです。おお、なるほど。色がまあ紫と黄色と、まあ、ピンク、赤とかなんで鮮やかな感じの、でもちょっとダークなんで、これはハロウィンパーティー用みたいな感じで一緒に楽しく食べれればいいかなと思います。おー、いいですねーパーティー用。はい、次は高森くんの。はい、あ、もうこの料理の名前いいですか。はい、スパイシー豚炒めみたいなスパイシー豚炒めでございます。はい、豚炒めこれのポイントはですね、はい、ただ炒めただけじゃなくて、お、実はなんか玉ねぎがドンって乗っていて実はっていうかもう見たまんまだけどね2品目なんですけど。おー、すごいね。これはピーマンの豚入れ豚な以上でございますじゃあちょっと早速ですが、はい、里広さんの方からそうですね、じゃあちょっと試食していただいて。ありがとうございます。ではいただきます。ドキドキする。うんおっとおっとおっと、あれあれ、めちゃくちゃ美味しい。うわー、なんだよ
よかった。めちゃくちゃ美味しいです。やったー、やばー、すげー成功じゃない。やりましたよ、これ大成功。ということで、今回の勝負さとひろさんの勝ち。イエーイ。やれやれやれ、まだモーリシのアルベよ。乗ってんじゃん。どこの出身。じゃあ、高森くんの方もいただきます、うん、はい。カンロ。え、どうしたどうしたどうした。そんな辛くないし、言うてバカチンが、本当に。いただきます。全然辛くあ、やばい。そんな、そんなやりすぎでしょ、二人とも。いやいやいや、そんな、だって辛いわけない、本当に。あら。はい、ということで、今回の勝負さとひろさんの勝ち。イエーイ。ためがなかった。でこれをぜひゆいちゃんにハロウィンの時に、ね、作ってあげてください。最初ちょっと引きますけどね。色味から。はい、今日もバンナム TV 見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、そして Twitter フォローもよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。